はい、半魔家の本家の半魔岩尾先生です。本物の貴族です。天皇家とかイギリス、エリザベス女王とかいうのは人間たちが昔大統領で作ったあの偽物の貴族です。本物じゃないですね。本物は私ですね。国家で君が世はと歌われてるね。まあ人間たち誰でも貴族になりたい、偉くなりたいということでね、名乗ってそれでね、やるんですよね。だから私以外貴族っていうのは存在しませんね。で本家でもね、そういう遺伝子がないとダメなんですよ。で今回ね、人間と私の違いということで、生活とかですね、仕事で人間の中に私が入ると、人間ってすごく価値がないんですよ。だから生物っていうのは宇宙全体で生きてるんだけど、なんのか神経がないみたいな感じに、痛いとかね、そういうのがね、全体でそのなんか危ないこととかね、マイナスになることとかいうのにね、生物反応が全然来ないんですよ、人間たち。全然という価値がないんで、危険だよということを全体からね教えてくれないんですね。人間って全然価値ないんですよ。だから一緒にいるとね、ちゃんと仕事やってんだけど、自分でその危ないのを特にチェックしないといけなくなっちゃうわけですよ。価値がない人間っていう生物、私と違ってね、上の生物と違って人間価値ないんで、でそれで疲れるみたいだね。生きてられないっていうのをしょっちゅう気をつけてないと生きていけないんですよ、人間の場合。私がなんかちょっとね、危ないようなこととかね、まあくたびれて危ないようなことでもいいんですけど、これすぐ教えてくれる宇宙生物が、これはもう危険だってね。でだから自分でしょっちゅうそういう危険だっていうのをね、自分の神経やとまた違うけども、痛みとか違うけども、危ない時っていうのは通報があるでしょ、感覚でね、全体から来るんですよ。人間の場合全然来ないんですね。逆に死んだ方がいいんで、連絡なし、周りから連絡全然なしなんですよね、いつも。だからいつも人間って生きていくのに、仕事したりするのにね、危ないことを周りをしょっちゅうね、気をつけないといけないようになるわけですよ。価値がないから、全然誰も教えてくれないのね。それで疲れちゃってるわけですね。ね、自分たちで危険とか危ないことをねチェックしないといけないから、そういう助けてくれる宇宙生物いないんですよ。共存者がいないんですよ、人間全然価値ないから。だから私が一緒にいるとやばくなるんですよね。人間たちがもうやばいことしかやんないんですよ、いつも。全然平気じゃないんだけど、それやるしか、少しでもやばいことはもう、考えてられないやということでね、生きるんです。だから、一緒にいると死にますね、100%。人間と一緒に行動してると。だから、東京の中で、私は東京生まれですけども、本籍は新潟ですけどね、特に人数多いところは危険ですね。ね、全然価値ないから、ね、危ないことを平気でやってんだね。で、一緒にいると、そういうふうな感じで、流されちゃう、ね。分かってるの、こっちは分かるんだけど、もう全然安全な動きしないんですね。例えば睡眠時間は8時間以上取らないと1日ダメだとかね。全然守んないでね、長生きできないんですよ。
ね、そういうことでね、人間と本物の貴族と価値が違うんで、人間の場合はそれを危ないようなことっていうのは感知が周りが教えてくれないから、もう疲れ切ってそれで死ぬような もんですね。もう生きるの嫌だという。だから価値ないから誰も教えてくれないから、自分でね、危ないこといつも見てないといけないと、じゃないと死んじゃうわけですよ人間。そういう不便があるんですね。誰も教えないわけですね、宇宙生物全体周りからもね。私の場合は教えてくれますね。だから自分のことしか教えてくれ、人間のことは絶対教えませんからね、価値がないからね。わかんないですけど人間の動きはね、複雑なんでね、対象は限定だけですからね。私に来たこと周りと違いますからね。そういうことで神経がないみたいな感じですね。危ないことについての神経がない、神経で周りが生物が助けてくれない、全然逆に殺してしまう方がいいっていう感じですね。だから逆に嘘をつかれる方が多いんじゃないですか。私の場合は宇宙全体でやっぱ嘘をつかないでちゃんと教えてくれますね、大体。まあ見てないこともあるんでね、気をつけないといけませんけれども、全然違いますよ。だから東京で仕事しててもそういうことはもう全然危なくてもね、でやってられないですね。人間と一緒には生活できないっていう状態、もんですね人間。そんなことでね、ちょっと気がついたんで説明させてもらいます。その神経がないですね、その危ないことに対してね、人間はね。ちょっとテレビ